DJ フィルムをご覧いただきありがとうございます。バンコク2日目は市内観光、地下鉄やタクシーに乗ってマーケット寺院を巡ります。おすすめグルメも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それではまずは朝ごはんを食べてチャトゥチャック市場に向かいます。カレーのやつ、辛っ。こんなに辛い？タイっぽい味だけど、すごいタイっぽいってなんだ。この麻生区駅からつながってるかな、上で。そんな気がするんだよね。ピザタッチできました。สถานีกำแพงเพชรกำแพงเพชรโปรดใช้ความระมัดระวังメガネのお店だ。300バーツだって。全然遜色ない。全然わからないよ。なんなら持ってきたやつより、もちろん似合ってんじゃないかな。ちょいちょいさ、アロマのいい匂いがさする。結構綺麗なお店普通に入ってるもんね。なんかデザイナーの卵とかファッションデザイナー目指してる人が店を出してる。喉乾いた。さすがに。いいね、フードコートも入ってる。部屋で着るからさ、部屋とか似合わないのかな。
右のがタイっぽい、左がちょっとなんかインドっぽい。昼になって活気が一段とすごいね。時間すごい潰せるって言ったらあれだけどさ、そうめちゃめちゃいろいろ網羅してるから、お土産もファッションもさ、グルメもさ、
ワットナン、ワットナン、なんだっと。待ってるね。もう大仏を目指します。ああ、涼しい。今まで飲んだティバナで一番美味しい。それは良かったね。ちょっと忘れないんだ。
スを脱がなくてはダメですね。でかっ。ロティロティロティマタバ、カムリカムリカリムロティマタバ。だから1個入ってないって。ロティ水ミルクハムチョコレート。うん。うまい。うまい。うまいけどやっぱエッグが入ってないと物足らんのかな、ね、非力なのかしら。うまい。おいしい。うん。キャップをありがとうございます。なんかね、癖になる。辛いよ。食べた瞬間は辛い。パイプ終わった。このエリアで日本人が最もよく利用するお店です。スタッフの技術も一流です。ワイポマッサージ、マッサージワイポ、サディカー。こんな感じで2日目終了でございます。明日はアユタヤ遺跡やナイトマーケットに行きます。
それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。